レレスな昼前まで時々曇りとなるでしょう。今日北部は雨ですが昼前から曇りとなるでしょう。甲信地方南部は雨ですが昼前から曇りとなり後晴れるでしょう。新潟地方は雨ですが昼前から曇りとなるでしょう。静岡県東部伊豆地方は雨で昼過ぎから曇りとなりますが、ところにより朝まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。以上、この時間のニュース、瀬田がお伝えしました。時刻は間もなく11時15分になります。砂に書いたラブレター、オールザウェイ、80